VTuber メイドラミエ、ドスケベメイドラミエ。いやあ、佐々木健介だよ。今年最後の HH 動画出していくぜ。今年最後の HH じゃこれが。今年も、見納め時になるかもしれないからな。いや、来年もバッチリアップしていきますよ。パート4から、来年からはパート4の赤、スタートだね。今回はどんな HH を見せてもらえるのでしょうか。ラメを家に置いて、店に戻ってくるついでに、銀行で昨日の売り上げを入金しておいた。その時点で時計を確認すると、昼の2時を回っていた。もうお昼。僕のお店はどの店舗もオープンが4時だ。確か今日は2号店のアルバイトの人数が足りないんだったか。僕以外の従業員は全てアルバイトなので、シフト提出状況によっては人数が足りないところも出てくる。あ、ほうなんじゃ。正社員にお前だけかい。あー、でもなー、アルバイト書いた時はええやって思っとるオーナーが上におるけん、そういうもんなんか。そういう時は僕がヘルプとしてお店の裏方に徹することになっていた。コンビニで適当に食べ物を買って2号店へ向かう。今日は2号店の方に行くんやな、つまり。一応念のために今日のアルバイトの子たちの出勤状況を確認しておくか。万が一僕の元に当日欠勤の連絡が届いていたら大変だ。急にシフト調整をかけないといけなくなる。急に偉いこと会うタイプの仕事ばっかやいよんな、おまはん。もうなんかいろんなことに手染めすぎてさ、なんかすごい、お前の負担大きいなって思ってしまうよな。確認してみると、今日は当日欠勤の連絡は入っていない。そのことに安心しつつ、開店時間までの間で細かな雑務をこなしていく。そうしているうちに、やがて開店時間15分前になり、アルバイトの子たちがお店に出勤してきた。15分前なんじゃ。開店時間の15分前でええもんなんかってちょっと俺思ってしまうやけどさ、みんなどう思う？もうちょい早めに入ってさ、準備とかするもんじゃないのって思うんやけどさ、それどう思います皆さん。あれ店長、今日はこっちなんですか？うん、シフト表では2号店が一番人数少ないから。でも3号店って今日、欠勤が2人出てますよね？え？いや、そんな報告は僕のところに届いてないんだけど。お店の女の子同士のグループの LINE でそういう話が出てましたよ。やめろ！のきものにされとる店長。それ女の子同士のグループやけん入ってないのは当たり前かもしれんけどさ。女の子 LINE のグループでさ、そういう話出るんだったらちゃんとこっちにも知らせてくれる方困るでしょうが。ってなんやけんな。ほら、これ見てくださいって UI でも女の子グループだろ、お前。男の店長が入ってないのが当たり前やけんさ。ほら、これ見てください。なんで見逃したんですかみたいな言い方で見て寝てきようけどさ。それはもう知るわけないだろ、お前。俺に直接言ってくれんかったらさ。その子に差し出されたスマホを見る。そこには、大学の歩行を受けなければならないらしく、出勤できないという内容の書き込みが二人分あった。その文言の最後に、店長に伝えてと可愛らしい絵文字が添えられた一文がある。じゃあ、早く伝えろや。じゃあ、もうちょい早く伝えてくれよって思うやけどね。開店15分前ですけど、店長に伝えてって言うんじゃなくて、直接僕に連絡してくれよ。ほんまよ。おいおいおい、いくらバイトだからって、ちょっとその辺さ、もうちょいしっかりしてほしいんですけどってなるよ。何のために僕の連絡先をアルバイトの子たち全員に教えてるのかを考えてほしい。あれなんかな、アルバイトの子たちにも何にもなめられとんかな、これ。働く上で報告、連絡をするのは常識だ。怒りよりも先に、呆れがやってきて、ソファーに思いっきり、背中を預けた。なんか、して中間管理職の哀愁が漂って始めてきた。圧をかけてくる上司とさ、なかなかうまくやってもらえない部下との間に挟まれた中間管理職の哀愁漂う姿を見せられよ。ふと、今朝のオーナーとの電話のやり取りを思い出した。アルバイトなどただの消耗品だ。ダメならまた次を叩けばえ。オーナーの言う通りだろうか。なんか両極端なんよな。オーナーは厳しすぎるけどさ、今の店長の下に対しての言い方は、なんかちょっと、甘すぎる感があるよな。
このままの状況だったら報告や連絡がこんな形で止まってしまうとさすがに仕事にならない。なんで協力できないんだろうか。どうして僕のことを考えてくれないんだろうか。大丈夫ですか店長、うん、この状況が大丈夫に見えるかお前これでさ何も危機感抱いてなかったらほんまやばいぞこれその声で我に返る。嘆いてばかりもいられない。3号店の人数が足りなくてピンチだということが確定している未来なのだ。だから店長である僕が対策を打たなければならない。目の前のアルバイトの女の子を見る。彼女は2号店のバイトリーダー的存在だ。今日の2号店3人しかいないけど大丈夫？大丈夫です。平日で多分忙しくならないと思うので。頼んだよ。僕は3号店に行ってくる。はい。あ、そういう連携はちゃんとできよんな。あー、なんとかなったんじゃ。でもとりあえず。もう一人さ、オーナーの言う通り厳しくするわけにはいかんねやけどさ、もうちょいさ、下に対して、ちょっとは指導した方がいいんじゃないかなっていうところが垣間見えた気がする。今日もなんとか一日を終えることができた。いろんなことがあって大変だったけれど、荒れそうになる気持ちを抑え込んで、なんとか乗り切った。大人やな。人手が不足している日に限って、お店が混んでしまって大変だったけれど、このご時世で繁盛したんだから、ありがたいことだ。そう言い聞かせて、キロに着いた。今回は何時まで働きよったんだろう。明るくなってる。4時どころじゃない、5時、6時とかになるような感じになってる。今日は昨日よりも女の子を送ることに時間がかかってしまった。いつもならこういう時は、お店近くのネットカフェで仮眠を取るんだけれど、待ってるんだよな。うん、愛しのマイメイドがな。あー、この顔。そうだった。そうだった。ハンバーグ作って待ってくれたけど、もう夕方なんよ。もう朝日昇りよ時なんよな。待たせすぎてしまったな。ごめんな。ハンバーグもう冷えとるだろうにな。ラメにそう言われていたことを思い出す。帰らなきゃな。帰れるところがあるからな。俺には。こんな俺でも帰れるところがあるからな。こんなに遅い時間なんだ。ラメが待ってくれている保証なんてない。もしかしたら帰りの遅い僕に愛想を尽かして不機嫌になっているかもしれない。それでも約束をしたからには保護にはできない。こんな顔して待ってくれているのか。ただいま。待ってくれているわけでもないのに未練がましくそんな挨拶をつぶやいてしまう。お帰りなさいませ、ご主人様。サンシャイン。はい、サンシャイン。池崎ではない、サンシャイン。うん、これが本物のサンシャインじゃん、お前。ヒャッハー。明るすぎだろ、この笑顔。あー。じゃあ、こんな時間まで起きてくれとったんじゃ。ばあちゃんのキャラクターやけ眠る必要ないとか、そういう設定なんだろうか。え？元気よく出迎えてくれるラミーがそこにいた。その顔には見ているものを笑顔にしてくれるような晴れやかな笑みが浮かんでいた。その通り。お腹を空かせてきてくれましたか。漢方を入れるにそう尋ねられる。その元気さに少し気恥ずされてしまう。ああ夕方以降は何も食べてなかったから。それじゃあ早速ご飯にしましょう。え、お味噌汁を温め直してハンバーグを焼くだけなので少々お待ちください。わ、ハンバーグ焼かずに待ってくれとったんじゃ。今から焼きたて食わせてくれる感じなん。なんていい子なんだ。ご主人様が着替えている間に準備できると思いますので。ちょっと待ってくれ。キッチンへ向かおうとする彼女、思わず呼び止めてしまった。僕のことを待っていてくれたのか。どうして。当たり前じゃないですか。当たり前田のクラッカー。だってご主人様は今までずっとお仕事だったんですよね。そうだけど。お仕事を頑張っているご主人様を放っておくわけないじゃないですか。いい子、いい子やこの子。待っているはずなんてないと思っていた。それが普通の感覚だと思う。
それなのにラミエは待っていてくれた。僕の感覚がおかしかったんだろうか、それとも今日もお疲れ様です、ご主人様。そう言って微笑む姿はまさしく天塚だった。天使だった。ここは天使やな。これは天使やな。使い切った心に恵みの雨をもたらすような、そんな存在に見えた。ご主人様？そんな顔をしないでくれ。俺らめちゃくちゃ嬉しいんだから。ラミエがそっと僕の方に触れてくる。そこで初めて僕は自分が泣いていることに気づいた。涙が出とったんじゃ。そうやな、こんな温かさを感じたんはいつぐらいぶりだろうかって感じなんだろうな。日々が大変なわけやけんな、この主人公。頑張るのは当たり前だと思っていた。いろんなことを我慢して頑張るのが仕事をすることなんだって思っていた。オーナーからうるさく言われて、アルバイトの子たちは平気で勝手なことをするし、一度弱気な心を濡らしてしまうと止められない。次々と言葉がこぼれ落ちていく。上からも下からも面倒ごと押し付けられて、責任を背負わされて、店長だからやらないといけなくて、なんで誰も僕を気遣ってくれないんだって思うけど、でもそれが大人になることなんだって自分に言い聞かせてきた。そうしているうちに僕の心からいつの間にか余裕が消え去っていた。逃げ道がなかったんやな。そんな僕にも最後のオアシスが残されていた。ご主人様は頑張り屋さんです。あいや、思いっきり父押し付けてきてますやん。やばい、これをさ、擬音語にすればどういう感じなのかな、ずっしんなのかな、ぽよんなのか、ぶよんなのか、もう皆さんの想像にお任せします。なんですよ、俺の顔に、このでかいおっぱいが乗っかってる。え？うわあああああ。昨日が遅かったということは、お仕事で何かあったんですよね。ああ、大人になってもさ、この抱きしめられるっていう感覚はさ、恋しいもんかもしれません。甘酸っぱい。甘酸っぱいはこれやな。今日のサムネ、これ。どう考えても、心を支えてくれるメイド、メイドの鏡です。私は、ご主人様の帰りが遅いことを決して責めません。頑張ってきた人を責めて、文句を言うのはいけないことです。違いますか？違わんな。その通りやな。なんかさ、自分一人が責任を負うってことがさ、当たり前のようになってきとんよ。けどさ、それ当たり前にしてあかんことなんよな、ほんまは。確かにさ、最終的な責任を負うは店長みたいなもんかともしれんけどさ、なぁ、すべてをさ、店長が背負わなあかんってこともないと思うよな。それなのに一人でさ、背負い込んでさ、こういうのが貧乏くじって言うん。違うやん。一人で背負い続けてはさ、人間いつか枯れるもん。何もかも感情から、すべて。そこに、一人の癒しが来てくれたという、そういう話。ラメ？だから、私はあえてお礼を言います。私との約束を守るためにこんなに遅くなっても帰ってきてくれてありがとうございます、ご主人様。いや、心温まるんよな。ぶっちゃけエッチなものを見たくてこのゲーム始めたのに心温まるんよな。大粒の涙が涙が目から溢れ出した。泣く演技下手くそすぎてさ、全然伝わらんと思うわ、俺。でもごめんな。ごめんな。泣く演技下手くそすぎてさ、全然さ、伝わらんとは思うねん。こらえることはできなかった。ラミエは僕のことを見てくれる。そんな人がそばにいてくれることが、こんなにも嬉しいことだったなんて。僕は情けないよ。
大人で男なのに女の子の前でメソメソして。子供も大人も男女も関係ないですよ。嬉しいことがあれば笑えばいいですし、辛いことがあれば泣けばいいんです。だって人はみんな心があるんですから。オーナーにはないと思うけどな。感情を抑えつけて心を枯らしてしまうことが大人になるということではありません。私はそう思います。ラメの言葉一つ一つが僕の心に染み渡る。涙を流した分だけ心が潤うようだった。ありがとうラミエ、僕は人として大切なことを思い出せたようだ。枯れ果てた僕の心に一つのオアシスが出来上がった。やがて涙は止まる。いつまでも泣いていてはいけない。前を見て歩いていけなければ。落ち着きましたか？もう落ち着いた、落ち着いた。いや、これはある意味落ち着かなくなったと言っても過言ではないであろう。なぜなら君のおっぱいが俺の顔にめちゃくちゃ押し付けられていたから。ああ、それじゃご飯にしましょうか。その提案に声もなくうなずく。おかずはなんだ？あ、おかずってさ、そういうエッチな意味のおかずじゃないからな。遅すぎる晩ご飯の支度に取り掛かるラメの後ろ姿に向かって小さくつぶやいた。もうはやご、朝ご飯みたいなもんやげんな、時間帯的に。ちょっと早い朝ご飯みたいなところだな、お前。甘えた。ありがとう、ラミエ。まだ気恥ずかしくて、面と向かって言えないけれど、いつか感謝の気持ちを伝えたい。そんなスッキリとした気持ちで、食事の席に着いた。ラミエが作ってくれたハンバーグはとてもジューシーで、頬がとろけてしまいそうになるほど美味しかった。久しぶりの真心っていうのを感じたな。ラメが家に来てから一週間が過ぎようとしていた。ラメのおかげで怠慢に怠慢を重ねていた僕の生活は見違えるほどに変わっていた。まず一番大きなことは家に帰るようになったところだろう。待っていてくれる人がいるから。お帰りなさいませ、ご主人様。ラミエはもう毎日そうやって僕のことを出迎えてくれた。まるでメイド喫茶だな。だって私はメイドで天使ですから。確かに。ご飯にしましょう。そうなんだよ、メイドなんだよな。メイドってこんな格好しないけどね。メイドの格好ではないけどね。ラミエが家にいる。そしてどんなに遅く帰ってきても温かいご飯が用意されている。そう考えるだけで家に帰ることが楽しくなり、以前のようにネットカフェを利用することはなくなった。そしてラメは炊事だけでなく家事全般をやってくれた。ご主人様、寝る前に洗濯物を出しておいてくださいね。洗っておきますので。何から何まですまない。いえ、お気になさらず。私ではご主人様のお仕事を手伝うことができませんから。その代わり家の中のことだけでもと思って。いや、十分すぎるわ。こんなお金を払ってやってもらうようなことでないか。それをさ、全員でやってくれようわけやけんさ、どれだけ助かることか。ほんまさ、ただ心代だけじゃなくてさ、もう何もかもが満たされていっけお感じがするもん。洗濯もそうだが、掃除もしてくれるのでとてもありがたい。ただ一つ気になるのは、僕のエロ本のコレクションがいつ見つかるかドギマギしている。僕が仕事に行っている間にベッドシーツを変えたり、布団を干してくれたり、床に散らばったものを片付けてくれたり、ベランダに放置してゴミをまとめて処分してくれたりした。風呂場も掃除してくれたのか。黒カビだらけだった風呂場がピカピカになっているのを見てラメに尋ねる。はい、やっぱり綺麗な方が使いやすいかと思いまして。大変だったんじゃないのか。お仕事で頑張っているご主人様に比べたら私なんて大したことないですよ。
いや、それでもなーって思いたいんやけどさ、店長の負荷がでかすぎてさ、その辺ちょっとさ、微妙な感じなよな。店長の負荷がでかすぎて。手だって少し荒れてるじゃないか。これくらい大丈夫です。ほんまにか？ハンドクリームを買ってくる。その辺のコンビニでも売ってるはずだから。大丈夫ですってば、ご主人様。待ってくださいよ。待ってくださいよ。この言い方かわいいわ。仕事に忙殺されている身としては、こうして尽くされるのは本当にありがたいし、嬉しい。ああ、俺の家にも一人来てくれんかな、ラメちゃん。ラメが来てから楽しい日々が続いていた。だから、ありがとうの気持ちを伝えたい。コンビニから戻ってきた後で、こんなことを提案する。なあ、ラミエ。朝になったら、買い物に付き合ってくれないか？買い物ですか？もちろん構いませんよ。ちょうどこっちの食材もなくなってきていたので。いや、実はお店の買い出しじゃないんだ。え？何を買いに行くんですか？何を買いに行くんだ、ほんまに。ようやく服買いに行くんか？ラミエの服を買いに行くんか？このままの服装だったら外に出歩いたら絶対変な目で見られるからな。てか見られてるだろうな、すでに。もうすでに1日目の時点で見られてただろうにな。手を打つのちょっと遅すぎんか？一週間って。外出してないんか？あれから。だー、来たー、ようやく来ました。ちょっと遅すぎたかもしれませんな、感じやけどさ、ようやく来ました。ってことはさ、新しい服装のラミちゃん見えるな、これ。私のお洋服？キョトンとした様子で首をかしげてたのもほんの数秒で、すぐに我に返った様子で首を横に振り出した。私のことはどうか気にしないでください。お仕事で忙しいのに、私のために時間を使わなくても。君が気にしなくても、俺や俺の周りにいる男は気にするんだよ。すげえスケベな見た目だな、みたいな。すごい際どい見た目してるな、みたいな。服装してるな、みたいな感じで。周りがドキマキするんだよ。ありがとうの気持ちも込めて、ラメに何かしてあげたいんだ。私は天使です。人を幸せに導くのが役目です。天使である私が人間から見返りのようなものをもらうことはできません。いや、天使ってそんなドスケベな服装するか。あ、でもな、天使って裸で、と今言えるイメージあるけど、むしろもうちょい脱がないと天使でね、ラメは僕を幸せに導きたいんだよね。はい。僕はラメに洋服をプレゼントしたい。プレゼントすることで幸せを感じるんだ。そうやって逃げ道をなくしてくるのずるいです。どんな感じの服装になるんだろうか。すごい楽しみですね。ラメは僕を幸せにするためにプレゼントされないといけないんだよ。わかりました。もう本当にご主人様ったら。わあ、この顔もいいですね。この照れた顔も。そんな言葉を口にしながらも、ラメの表情ははにかむような笑みが浮かんでいたのだった。どんな服装になることやらやな。一眠りして朝を待ち、ラメを連れて町へと出かける。たどり着いた先は有名な医療量販店だ。朝日が昇る前は僕のプレゼントを固く拒否しようとしていたけれど、洋服を選ぶラミエはとても嬉しそうにしていた。天使とはいえ、やはり女の子ということだろう。しばらくして選んだ衣服を買い物カゴに入れて、僕らは試着室の前までやってきた。それじゃあ僕はブースの外で待っておくから。あ、待ってください、ご主人様。なんだ？え、もしかして着替えるの手伝ってくれませんかっていうのか？スケベだな君。いいのかい？見えちゃうよ僕に。ん、どうかした？試着室のそばで待っていてくれませんか？え、思わず僕は辺りを見渡す。黒店の試着室は男女別で分かれているので、女性専用試着室をうろうろしている男がいると目につく。どういうプレイだろう。どういう周知プレイだそれは。僕としては一刻も早くブースの外に出たいくらいなんだけど。せっかくご主人様に買っていただくものなので、
最初に見てほしいんです。そんなことを言われると無限にあしらうこともできない。わっ、これあれじゃねえの、わっ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 ってんで、え、大丈夫かラミエって言って飽きてしまうボタンじゃないの。期待する。なんかこの手のゲームやってた時って大体俺の実況動画のパート3あたりにさ、こういう一番ドスケベな裸なところが出てくるからな、そんなイメージがする。今回がそのパート3になるからな、期待できるぞって思っとったけど、まさにそうかもしれません。わかった、一応念のため店員さんにも許可を取っておくよ。これラッキースキベが起きても通報されないぞ、許可取ってるからな。近くを破壊していた、試着ブース担当の女性店員に声をかける。ブース内で待ちたいということでしょうか。はい、さすがに男性が中にいたらまずいですよね。いえ、今は他に女性のお客様のご利用もありませんので、中の方で彼女さんをお待ちいただいても大丈夫ですよ。え、いいんですか、いいんですか。はい、その代わり騒いだりしないようご協力のほどよろしくお願いいたします。僕らににっこりと営業スマイルで微笑んだ後、彼女はブース近くに並べられている医療品の整理をし始めた。薬徳、薬徳、これでラッキースキビが起きたらこっちのもんやな。よっしゃー、目のシャッター切るチャンスをね、目の俺の目というカメラのシャッターを切るチャンスをね、逃さずに行くぜ。僕は改めてラメの方に振り返る。店員さんがここで待ってていいってさ。はい。なぜか少しあたふたしている様子のラメへ。あ、やっぱちょっと恥ずかしいんかな。あの店員さん、私のことをご主人様の彼女。あ、そこか、そこちょっと聞いてたか。そういえばそんな勘違いをされてしまっていたな。僕なんか何も取り柄なんてないし、彼女がいるわけないのにね。苦笑しながら言う。自虐ネタとしてラメが笑って恥じらいを紛らわせてくれればと思っていた。そういうこと言わないでください。え、あ、いえ、なんでもないです。うん、まんざらでもない感じ、まんざらでもない感じよ。甘酸っぱすぎてさ、主人公爆発しろってなるな。ラメは気の抜けたような笑みを浮かべている。その不自然な反応に引っかかりを覚えたんだけれど、ご主人様、覗かないでくださいね。振りですね、わかりました。あ、覗かないよ。それじゃあ着替えますね。でもこれ絶対なんかアクシデントがあって開くな。そこまで言われたんだったら何かアクシデントがあって開くってやつだな、お前。それどう考えても。いたずらっ子のように笑ってラメがカーテンを閉める。そうやってからかわれたことで胸に覚えた引っかかりは取れて流されてしまったのだった。やがてカーテンの向こう側から布切れの音が聞こえてくる。意識しすぎだろお前。布切れの小さい音を聞こえるぐらいに意識してしまったの。やばい、画面が枕な、もう想像かけられてさ、エッチなやつ。なぜかそんなラメのセリフさえ、何やろ、何めかしさ、色めかしさかなを感じてしまう。さっきからからかえてしまったからだろうか。この薄いカーテンの向こう側で今ラメは服を脱いでいる。おいおい、ライトの当て加減によってはラメのボディラインとかふっきり浮き出てくるんじゃないの、影で。意識するのをやめられない。カーテンが透けて見えてしまっているかのように向こう側の光景を妄想してしまう。肌触りも気持ちいい。おい。ここにホックがあってこう開くみたいですね。待て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 、さぞ当たり前かのごとくなんか開いた姿出てきますけど、どういうこと、どういうことよ。このトップス生地がちょっと薄いでしょうか。どういう状況だこれ、開いてるのに気づいてないみたいな感じになったのよお前。ブラジャー透けちゃったら恥ずかしいかも。普通に下着出てるからな。やっぱり外で待っていた方が良かったかもしれない。じゃな気持ちをいただいてしまう自分が情けないし、ラメでも申し訳ない。もしかしてこれ想像してるんかな。
こんな感じだろうなーっていう感じで想像している姿なんこれ。ポン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 って俺の頭から出てきたのかな。僕のお店で働いてくれているアルバイトの女の子たちにはこんな気持ちにはならないのに。それはさ、ラメちゃんがボンキュッボンだからね。ごめん、ラミエ。やっぱりブースの外で待っておくよ。え、どうしたんですか？想像しすぎてんだよな。純白のブラジャーとパンツが見えてきてるんだよ、俺には。なんていうか、ちょっと恥ずかしくてさ。着替え終わったら店員さんに伝えて僕を呼んでくれ。ご主人様がそういうのなら。消え入りそうなほど寂しそうな声が聞こえてきたけど、しょうがない。分かってくれ、ラミエ。僕も女の子の体に興味を抱く普通の男なんだ。ラッキースケベは？これでラッキースケベ起きた途端にさ、どうしたんだラミエって言うて、ね、書き込めんで。書き込む口実がないで、お前。さっきの店員さんはどこに行ったんだろう。それで待つにしても、店員さんに一声くらいかけた方がいいだろう。けれど、後でを探しても、その姿は見当たらなかった。それで、ここかなーって言って開いてみたらさ、店員さんが下着姿だとどうしようかな。キャーッそっちかーラッキースケベそっちかーってあるわけないか、そんな。仕方ないから、少しブースを離れて店員さんを呼びに行くことしよう。そう思った瞬間、来たぞ来たぞ、みんな、ラッキースキベの瞬間が。ワイドさっきもラッキースキベみたいな感じだったけどさ、なぜか下着姿見えてさ。もう定番としか言わない。何がヒャーなんかは知らんけどさ。もう、行為中にヒャーでなってどうしたんだラミエの会話がもう来た。もう展開が、それは俺の予想通りの展開。ラミの悲鳴が聞こえてきた。続いて、ガタゴトと大きな音が試着室の中から聞こえてきた。ラミエ、どうした？何があった？ラミのことが心配で試着室のカーテンに手をかける。行け！待ってください、ご主人様。今はまだ。行け！ラミエ！来い！来い！あー！ご主人様。さっきちょっと上着とかで隠れてた部分、お前丸出しですね。ラミエ？ラミエは無事だった。というか、危険にさらされていた様子はどこにもない。ご主人様の言うその慌てた顔かわいいな。あと肌きれいすぎる。何なんだろう、体全身オイルで塗ったんかなってぐらいすごいピッチピチピッチピチやもう。いやいや、ちょっと待って、僕はラミエが心配で。待ってくださいって言ったのに。あー、あと再度隠しました、再度隠しました。あ、今ちょっといかん、今ちょっとスクショ取り忘れとったな。今の絶対サムネタイプだろうってサムネのところだろうって。ごめん、慌てていて耳に入ってこなかったっていうか。脱いだ衣服を胸元で抱えて恥ずかしそうにしている。潤んだ瞳で見つめられると悪いことをしているような罪悪感が湧いてくる。ちょうどそのタイミングで持ち場を離れていた女性店員が戻ってこっちの様子知ってたんですかね、女性店員さん。戻ってくるタイミングがすごい、ね、いいですけど、ね、顔が濡れて力が出ないの瞬間にさ、アンパンマン新しい顔よって新しい顔出てくるかのごとくタイミングの良さ。お客様、どうされましたか？何か悲鳴のようなものが聞こえたのですが、僕らを見て女性店員が固まった。まずい、黒子で何かあったのか知らない彼女からすれば、僕がラミを襲おうとしていると誤解してもおかしくない。まあ、間違いないけどな。案の定、その女性店員はやや目つきを鋭くして僕にだけ向けてこんなことを言ってきた。そこを動かさないでください。今警備の者に連絡いたします。待ってください、誤解なんです。僕はラミを襲おうとしていたわけじゃなくて、あ、でも襲いたいって言ったら襲いたわけで、でもね。結局その女性店員の誤解を解くに20分近くかかったのだった。てかさ、彼女だったらさ、こういうことあってもまあいいやってならんか。
そうだろ、世の中のカップルって結局これぐらいのイチャイチャしよるだろ。これは俺の偏見かな。違う、いい、カップルだったらイチャイチャしてる。これぐらいのイチャイチャは、そうだ、それぐらいの範疇だ。女性店員の誤解を解いて会計を済ませてから店の外に出る。一段落したところで改めてラーメンに試着室で何があったのかを尋ねてみた。なんなんこの後ろの上着みたいな感じの、え、これが新しく買ったやつ？まだ着てないんかな、新しく買った服は。雲です。あー雲ね。あー突然出てこられた、確かに女の子としてはキャーってなるよな。あー、ちなみに刹那圭介は雲を普通で素手で触れるタイプの人間です。雲？雲がいたんです。こう上の方からツーって降りてきて。雲がどうしたって言うんだ。あ、店長も主人公も俺みたいに雲どう普通に触れるタイプの人間か。首をしねっている僕に対してむっと表情でラメが詰め寄ってくる。だって雲って怖いじゃないですか。まあそうやな、騒いだくないっていうか嫌やな、なんか体についてくるんは。で、まあ一般的には思うけど俺思わないタイプの人間だったりする。そんなに大きい雲だったの？都会でも湿気の多いところに大きな雲がたまにいることもあるけれど、このぐらいの大きさでした。まあどれぐらい大きいかろうと、君のおっぱいよりは小さいんだろ。だったら大丈夫だ。ラメが右手の親指と人差し指を使ってその全長を表現する。そのサイズはせいぜい1センチあるかないかぐらいだった。あーまあ雲、小さい雲ってそれぐらいの大きさよなーって感じのやつやな。大きい雲って感じではないけど、まあ嫌いなもんでちょっと大きく見えてしまうもんがかな。いわゆるハエ取り雲だ。よく知ってんな主人公、詳しいなお前雲に。雲に対してなんか詳しいな、いこうハエ取り雲。その雲を見てあんな声を出してたの？お恥ずかしながら。それぐらいの雲は人に害はないんだからもう少し落ち着こうよ。そう言われても苦手なものは苦手なんです。そうだろうな、女の子で雲を好きな人なんておるんだろうかってぐらいやもん。僕に家だって何匹かいると思うけど。ご主人様のお部屋は隅々まで掃除してますから知ってますよ。思い出させないでくださいよ。嫌いなんやな、やっぱ嫌なんやな、やっぱ。どうやら僕が仕事をしている間、家の中ではラメと雲の激闘が繰り広げられていたらしい。モンスターハンターなんかな。パッパパーパパパパーパパパパーパーみたいな感じだから。その光景を想像して微笑ましく思う一方、心配なこともある。もしかしてこうしてないよね。ハエドリグモは液中だ。家の中には入った害虫を食べてくれる。そういう考えの持ち主。まあ雲って割と液中なところあるけんさ、ほっといたらさ人になんかプラスに働くことって割とあるらしいんやけどさ。いや雲が嫌われたって見た目だけんな、結局のところって話。そんなハエドリグモを殺してしまうのは家の守り神を失うことに等しい。そんなことを考えする人ってなかなかおらんけどな。そんなことしませんよ。見るのも苦手なのに触るなんて絶対できません。どうやら僕の家に住むハエドリグモの命は守られたようだ。よかった。安心すると急にバカバカしくなっておらえそうになる。どうしてそんな顔をするんですか？ラメちゃんの怯える顔が可愛いからだよ。いやごめんごめん、バカにしているわけじゃないんだけど、可愛らしくてさ。だってラミエは天使なんだ。それなのに雲が怖くてビクビクしているだなんてギャップがあって可愛らしいじゃないか。それは確かに。ご主人様は雲が苦手じゃないからそんな風に笑えるんですよ。大真面目に非難がましい目を向けてくる様子がさらに可愛らしくて笑ってしまう。ご主人様が意地悪です。ラメちゃんが意地悪したくなるようなボディしてるからだよ。この後、いじけてしまったラメの機嫌を戻すのに30分ぐらいかかった。
女性店員の誤解を解くと食うよりも時間かかっとんねん。それよりどんな食買ったんかすごい気になるやけど、見せてほしいんやけどな。見せてくれんのかな今回は。ただいま。お帰りなさいませ、ご主人様。お前一緒に帰ってきたやろお前。さっと目の前に出てきてお帰りなさいませって言ったら今。今はちょっとツボやなお前。いつもの時間に仕事が帰ってくるとラーメンが元気よく出迎えてくれ、あ違う日なんこれ。続いて申し訳なさそうな表情になって頭を下げてくる。昼間は私のせいで申し訳ありませんでした。あ、同じ日の夜の話なんやなこれ。夜の仕事終わってから帰ってきてからの話なんじゃ。医療量販店でのことを言ってるんだろう。店を出る瞬間まで女性店員に白い目で見られたのは今後しばらく記憶に残りそうだ。うん、修羅場だった。その目から逃げるように慌てて会計を済ませて店を出たから満足に試着をさせてあげることもできなかった。謝らなくていいよ。ちょっと大変だったけど思い返すとただの笑い話だ。ご主人様に恥ずかしい姿を見られちゃいました。まあ同じ屋根の下で暮らしてたらまあいつかあの姿は見るだろうなと思ってました。だってそういうゲームだもん。絶対このゲームやってる人ってそういうの見たさにやってるからね。皆さんラメちゃんこれは運命ですよ。遅かれ早かれこういうシーンはいつか来ると思ってました。ああまた見せてもらえるんだよ。思い出してるわ主人公も。これそう言われて思い出すのはあの時のラメの姿だ。あ、最初に見た時よりもこっちの方がなんか湯煙みたいな感じに映っとうけん、こっちの方がなんかそれっぽいな。サムネするんだったらこっちの方が良さそうやなっていう見た目出てきてる。そうしたらこっちサムネスクショ撮ってこっちをサムネに使おうかななんて。それに関しては本当に悪かったと思っている。本当にすまないと思っている。ジャックバーは出てくる。今日は口ではそんなことを言いながら目に焼き付いているあの光景を鮮明に思い返してしまう。よく録ちゃんと録画したな頭の中に。あはははは、そんな目になるんだ君。そんな目になるの可愛いな。さすがバーチャルじゃ。あ、ライブ 2D とかでさボタン押したらそんな目になる VTuber さおりそうやけどさ、まさにそんな感じ。僕としてはいつまでも脳内に焼き付けておきたい光景なんだけど、そんなことを言ったらラメに殴られかねないのでここを中にしまっておく。全処するよ。そう言うとラメもとりあえず納得してくれたのだった。ご飯にしますか、それともお風呂からにしますか、それともお前、ま、お前で。お前で今日はちょっと汗をかいたから風呂から入ろうかな。かしこまりました。お着替えは用意しておきますのでご主人様はそのままお風呂場へ向かってください。ありがとう、そうさせてもらうよ。お荷物はこちらで預かります。旅館みたいな対応。ラメに仕事用のカバンを預けて風呂場へと向かった。シャワーで汗を流して風呂場を出ると、ご主人様、なんだ、あーもしかしてご主人様でさタッチが出てこんあたりもしかして着てるんじゃないの、買った服じゃないかな、この流れからしたら。ふと呼び止められて振り向いた。そこに、すると、そこにいたラミエは、来るぞ来るぞ来るぞ、わあ、どうでしょうか、似合っていますか、わあ、ギャルゲーのヒロインや。ちょっとなんていうか、ツンデレ感のある女の子が着そうな服じゃない？俺はそう思う。ただなぜ君、ここらへんパンツが見えてるんだ。スカートが短いもある、いや、短すぎないか。あとさ、ちょっと透けてないですかね。これ、なんか、あれ？なんか透けてない？広瀬か？何せよ、スカートが短すぎてよ。というかさ、スカートさ、腰の上まで上げすぎちゃう？もうちょい下にしててんかったらさ、丈で届いてないんじゃないですかね。こんなところへパンツが、スカートがめくれるってある？って感じのところまでさ、めくれてますけど。もう、なんだろう。サザエさんに出てくるワカメちゃんのスタイルなの。流行ってんのか、それ。
昼間僕が買ってあげた洋服に身を包んでいた。女の子らしいコーディネートでラメによく似合っている。思わず目を奪えてしまうほどだ。ご主人様は、いや、そのすごく似合ってると思って。本当ですか？ああ、本当だ。よかったです。お店では見せることができなかったので。僕にその姿を見せようとして準備してたの？はい、せっかくご主人様に買っていただいたものなので、似合ってなかったらどうしようかなって思ってましたし。いや、似合いすぎてさ、涙が出そう。とても綺麗だと思う。それに可愛い。そう言って褒めるだけなのに、なぜかものすごく恥ずかしく感じた。誰かを褒めるってことをさ、久しぶりにやったんじゃないのこれ。ありがとうございます、ご主人様。ラメも僕と同じ気持ちなのか、恥ずかしそうにはにかんでいた。けどとっても嬉しそう。お外を歩くときは、ご主人様に買ってもらったこのお洋服をつけてもよろしいでしょうか？あ、そうしてくれ。むしろあのメイド服で外に出られたら露出が多すぎてたまらん。もちろんだよ。ダメな理由があるはずもない。このお洋服、大切に使わせていただきますね。喜ぶラミエの様子を見て、買ってあげてよかったと思ったのだった。よし、ほほほほほ。で、こう来た？そうだ、ご主人様。今日の夜ご飯は、とんかつなんてどうでしょう？いや、待て。とんかつはいいのさ。胸元こんな着方してんの？その私服。いや、これ童貞殺しに着てるタイプの服のやつじゃないん。これ童貞殺しに着てるタイプの服のやつじゃないん。そんな店でういよるもんなん。ネット通販とかでやったらういよかもしれんけどさ。やべえ、この隙間に手突っ込みてえな。手どころか顔突っ込みたいかもしれない。